あっちゃんです。今日は6月の20日、火曜日、あっちゃんの朝ごはんです。今日朝からちょっといろいろね、ゴミ出しとか何かしてたから、もう着替え済みです。はい、ということで作っていきたいと思います。はい、今日ね、パンにもうちょっと上か、パンにぬかふりかけをパラパラーと乗せて、ここにね、マヨあ、こぼしちゃったしょ。で、これをね、塗ったくります。マヨでぬかふりかけ、ちょっとね、こうエマルジョン化します。足らんかった。できるだけね、端まで塗るとね、一口目が何もないとこ当たるからね。どんな味になるでしょうかって感じで。で、ここにね、鶏ハムさん、で、チーズ、今日はね、カレーじゃなくてね、こっちあの、カレーの方、ハーブの方。来た。これでオーブントースターで焼きます。はい、焼けました。では、食べたいと思います。でもね、耳が朝から辛かったんやけど、この前ほどひどくないけどね、朝起きたかいかった。今はね、2時ぐらい寝たか、何寝てんけど、2時前ぐらいに。で、ただ4時過ぎぐらいか、目がちょっと痒くなって、鼻が詰まって起きたんで、で、時計見たら4時半ぐらいやって、で、点鼻薬だけしてもう一回寝てんけど、辛かった昨日夜。花粉症きついね、今ね。美味しいな。ぬかとね、マヨと、ね、パンにマヨがまた合う。マヨじゃない、チーズ。ぬかとマヨとチーズって合うよ。また鶏ハムも美味しいしね、合う合う、
前にねチーズの上に鶏ハムのしたらパサパサだったんで、チーズの下に入れたらしっとりあったかくて美味しいわ。トッピング順番で大事やね。あっちゃんはそこが10時やね今。だからバタバタしててさ、やっと一段落ついた10時。今日は今日ほぼなってる。パン屋さんか。いいね。焼きたてパン食べたいな。僕じゃん。はいね。ぬかのね、ほんわかした甘みとマヨとあとぬかのふりかけの味がすごい合うねんね。うん、ぬかじゃなくても普通のふりかけとマヨでもいけると思う。うん、ぬかふりかけの方が体には良さげやけど、
そうそうそう。トマトベースのピザソースも美味しいけど、なんだ、ぬかとマヨっていうのも、合う、なんかどうなんやろね、ぬかはいろいろ使えるかもわからん、クッキーとかパンとかパンケーキとかに入れてもいいらしいね、だからぬかをまあ積極的に取るっていうのがいいらしい。玄米が体にいいけど、玄米の一番いいところってぬからしくて、それ捨ててるから、ぬかを食べるのっていいねんて。ぜひよかったらやってみてください、って言ってるあっちゃんがね、あまり健康体じゃないんでね、健康じゃないからそういうことすんねんけど、健康やったらそんな食べへんからねちょっとでもね健康になれればなと思って、けど、まあ、別にね、まあ、長生きしたいとかするんじゃないねんけど、あの子供がね大人になるまで生きてあげたいのと、生きてる限りね、低空飛行するんやったらもうね全開で楽しく遊べて、ね、ポコってなくなればいいかな、太く短くでいいから、体をねいたわった方が楽しめるんで。って思って最近ちょっと健康に目覚めております。はい別に細く長く生きる気はない、でまあ細く長く生きたい人もやっぱ健康志向に走った方がいいと思うんで、よかったらあっちゃんのねいろいろ健康なことをこれからも紹介していくんで、健康をチャレンジしてみてください。はい、ということでね、人それぞれ生き方って違うんで、まあどれにでも合うと思う。健康がやっぱ大事だと思うから、そっちの方これからもやっていきたいと思います。不健康なあっちゃんからの健康講座でした。講座ちゃうわ。健康小話でした。はい。ということで、今日のあっちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。はい。今日も一緒に食べてくれてありがとうね。今日、あっちゃんちは6月20日火曜日やけども、この動画があるのは水曜日21日、週の真ん中、もう真ん中まで来ました。あと2日、木金行けばもう休みが来ます。1週間早いね。でもね、なんか、多分ね、今日、20日、あっちゃん20日の予想やねんけど、天気予報やねんけども、21日から荒れて、雨が降って荒れて、ところどころ豪雨になる可能性もあるって言ったから、皆さんね、雨にも気をつけてください。このシーズンね、雨、土砂崩れとかね、決壊、その辺気をつけてくださいね、ということで、今週も楽しみましょう。雨は雨でね、雨の楽しみをしましょう。はい、ということで、今日もあっチャンネルよろしくお願いします。この後、またいっぱい動画出すんで、またね、動画見てください。では、またね、次の動画でお会いしましょう。